チーゲーミング。皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、夏祭りのイベントのためのサムネ用の絵を描いておりますということで、やっていきたいと思います。あのね、マーチーはですね、実は結構ね、絵をね、今まで描いてきたんですよ。お正月とかハロウィンとかいろんなイベントやってきたんですけど、そのためにですね、実はサムネの絵を自分で描いてきましたということで、今回はね、夏祭りなんですが、今まではね、浴衣だったんですよ。だけど今年は、もう下絵ができてますね。ビキニということでご要望いただきまして、もうアウトなんじゃないのって感じなんですけれども、書いていきたいと思います。本当はね、某人魚姫のように、ほらいるじゃん、なんかあんんるみたいないるじゃんね、ほらね、夢の国にお住まいの、ほらちょっと赤髪のみたいな、ね、下半身がちょっと魚のみたいな、で貝殻ビキニつけちゃってみたいな、あんな感じで書いてみたいなこと言われちゃったりしたんですけれども、ちょっとさすがにそれは赤カバンの危機かなってことでやめました。ありがとうございます。でね、本当にね、デザインとしてはなんか胸元もね、あんまりボーンで出してたらダメかなと思って、ちょっと隠す感じのビキニで描いております。で今ね、 G ペンを使って描いてますね。で今回の絵がね、なかなかもうなんか完成しちゃってるけど、バランスがうまく取れなくてですね、もう何回か結構描き直しました。これね、いいよね、デジタルって目の位置ちょっとすれば変えれるもんね。だから結構調節で、で結局描き終わった後もなんかちょっとあれだったかなって、なんかバランス悪かったかなみたいな感じなんだけれども、まあそのままでいきました。でここですね、今投げ縄塗りしてみましたね。もう投げ縄塗り、私ね、もういつもねベターっと塗っちゃうんですよ。でそう、投げ縄塗りというか、なんかね、囲ったところをバシッと塗ってくれるみたいな、そういったアセットも入れたんだけど、そのアセットをね、入れたはいいものの、このクリップスタジオの中でどうやって使うのかが分かんなくて、結局手塗りですって。でもさ、デジタルだとバーンっていけるけど、まあね、アナログだと手塗りじゃんってことで、もうバーン、ボン、ビーンって感じで、本当に今塗ってますね。今顔面いってますよ。顔面もバーンって感じで今回の動画はラジオ感覚でお楽しみください。皆様の勉強のお供なり、おトイレの中で BGM として流したり、瞑想中あえて流してこう邪念を振り払う修行に使ったり、まあいろんな使い道ございますので、よかったらこちら最後まで流してみてくださいねみたいな、目がって感じなんですけれども、こちらね、今までの塗り方と少し変えましたね。前はね、なんか3つ3色でボーンって塗ってるだけだったんだけど、最近のトレンドを抑えまして、なんか上半分はなんか影があるのでって、なんかちょっと暗く塗ってみたいな、で下半分にもこの円みたいなやつ焼いて、で黒目の部分もね、その光が明るいところはその薄いグレーにして、濃いところは暗いグレーにしてみたいな、なんかそんな感じでやってます。で今顔面のね、影を入れつつあるんですけれども、ちょっと今回眩しそうにしてますので、右上からなんか光が当たっていることをイメージしながら一応ですね、影を入れていきました。で今ね、白目のところにも暗くね、影を入れております。あんまり影が多くてもあれかなと思って、これ後でまた調節したんですけれども、でマーチーはですね、ちょっとね、紫色っぽいようなピンクっぽいようなアイシャドウをつけているので、そちらをスプレーで入れて、あと口の中はね、こうやって2色でね、ちょっと陰影をつけてみました。歯はね、ちゃんと猫牙が生えております。ほっぺはね、少し濃いめの赤でチークを入れてあげました。そういや言うの忘れたんですけれども、影を入れるときは毎回レイヤーを変えております。リップもですね、アイシャドウと同様にスプレーでね、入れてるんですけれども、レイヤー変えておりますね。で、なんかまた手の影入れつつ、で、ここら辺の肘の影も入れつつ、で、こういったね、鎖骨の部分とかの影を細かく入れて、あとね、最近のトレンドとしては目の中の光がいろんな色があるってことで、なんかちょっといろんな色を入れてみました。で、耳の中はピンクでって感じなんですけれども、
水着はね、ここはねちょっとフレアみたいになってるところは白色にして、あと本体のこの胸の部分はちょっとね青にしようと思って、でこうやって塗っていきましたね。いつもねなんかマーチはねピンクとかあと紫の薄いやつとかそういうのを身につけることが多かったんですけれども、今回はちょっと思い切って青です。今このひらひらの部分ちゃんと影入れてますね。これもちゃんと影入れてやると立体的に見えると思います。ひらひらの下の部分にも影ができていると思うので、そのあたりもねちゃんとこうやってなんか入れてやって、あと水玉をね入れてやりました。今回苦労したのはね、どうやって影を入れるかなんだよね。なんかね今回ガラッと結構描き方を変えたので、なんていうのかな、この描き方ならどういう風に影が入るかはわかるけど、この描き方だとどうやって入れればいいのかわかんないみたいな感じで結構迷ったんですよ。でまたなんかね最近のトレンドとしてはね、なんか髪の下の方に暗い色が入っててみたいな、なんかそんな感じの絵がすごくたくさんあったので、それらを元にねちょっと今塗っております。そういえばね今更なんですけれども、今ねマーチを一応描いてはいるんですが、これ何なのかっていうとですね、アバターのマーチを描いてるとこなんですよね。なのでアバターのマーチってさ、あの手がねレゴみたいになってるんですよ。なのでこのアバターのマーチのイラストを描くときはね、指がないんだよね。指がねこうなんていうのかな、手袋みたいになってて指がないので、なんかこうねワキワキみたいな感じのちょっと意味不明な擬音出てきましたけれども、まあ指がないよということで、で一度ですねメンバーシップ限定のコミュニティ投稿の方で、あのねバーチャルマーチの絵を描いたんだよね。あの子は指がちゃんとあるので、イラスト化した時はあの指が実はあります。ちょっとねメンバーシップのあの猫チーズ様限定のイラストになってますので、こちらの動画ではちょっと公開することはできないんですけれども、まあそんなこんなで今もうハイライトみたいな色入ってますね。かなり薄い水色を使って光をね最後入れてきております。でここら辺ねあの髪の毛のこのなんていうのかな、流れに沿ってちょっとギザギザさせつつ、でマーチーはねいつもこの黄色い光を入れているのと、あと今回このね赤紫みたいなこの明るい紫の光もねちょんちょんと入れて、で髪の毛の一部にですね太めのスプレーの黄色でシュッとねちょっと入れてみました。なんとなくねこれであのなんか雰囲気出るかなと思ってちょっと入れております。あとはレイヤープロパティのところから、この一番左のね丸を選ぶとこうやって簡単に縁取りができますよっていうことをね、あの YouTube のねあの動画で見ましたのでやってみたんですが、多分ねあたいねいろんなものがはみ出すぎてて縁取りがねちょっとうまくいかなかったんですが、まあなんかねいろいろその周りのところをなんかまあ適当に消してですね、まあとにかくうまいことやりました。そして最後ですね、町倉で浜辺を作ってですね、そちらを背景画像にしてみました。こちらはねいろんな方に手伝っていただいてあっという間に完成できました。ありがとうございます。ちょっと太陽が眩しいみたいなキラキラを加えて、そしてこちら最後完成でございます。2023年マーチーゲーミング主催の夏祭りのサムネは今年はこちらのイラストで飾っていきたいと思います。というわけで8月5日夜8時から夏祭りやります。詳しくはね紹介動画ご覧ください。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。